どうも、黒ポンズです。今回もオタクがただ語る動画です。テーマはザクレイロボの撃墜の異質性だよ。ザクレイロボは撃墜面で他のプレイヤーと大きく異なる点が一つだけあるんですけど、それが空母を使う機会が極端に少ないということなんだ。これはザクレイさんの試合を見てるロボ使いの多くが感じていることだと思う。今回、それの良し悪しを語るというよりはなぜ、空母を使わなくても成り立つのかにスポットを当てて語るよ。まず、一つ目の理由からだね。一つ目は復帰阻止が世界トップレベルで上手いところだ。昔、彼が強みを聞かれた時に自分の強みを復帰と復帰阻止と述べていたように復帰阻止が本当に上手い。彼は即死コンを狙う回数があまり多くないが復帰阻止で敵から倒してる回数が多く総合的に壊してる回数が通常の人より多い。その分、バナンになる回数を減らしているとも言える。ザクレイロボの復帰阻止で特筆すべき点は、空前、駒などを他のプレイヤーより圧倒的に上手く使えているところだろう。他のロボ使いが横 B や空下でワンチャンを狙う場面で空前や駒で復帰阻止展開を維持し相手を詰ませている。さらに彼の崖はおそらくロボ使いの中で一番硬く、崖を上がるのも難しい上に何度も復帰阻止に持ち込まれるというおまけ付きだ。彼のロボの最も美しいところだとも思いますね。次の理由は最大を見逃さないところです。彼は最大リターンを選ぶ能力が非常に高いです。え、それに最大取るん?みたいな光景を多く見かけます。豊富な知識量とキャラ体、とっさの状況判断力の織りなせる技ですね。最上位たるゆえんだと思ってます。この言葉通りです。リターンに妥協がなさすぎるだろう。最後の理由は掴みを通すことがうまいことです。掴みで外に出せることはもちろんですが上投げで撃墜できるので最後の手段として強力ですね。普通、掴みが通しづらいキャラにも高い精度で通していきます。ロボットで困りがちな150を超えたあたりの撃墜を掴みを通すことで解決しています。これで致命的にバナンにならずに勝てるというわけですね。さて、今回ザクレイロボは空母を撃たなくても語ったかには理由があります。それはこれは彼だから成り立つ立ち回りだということです。通常のプレイヤーがこれを真似すると漏れなく、バナンなロボットが誕生します。我々には世界トップレベルの復帰阻止力も、最大を取る知識と判断力も掴みを通す技術もなく PS が圧倒的に足りません。しかし、ここまで言っておいてなんですがこのザクレイロボと全く同じ性質を持った強いロボ使いが一人だけ存在します。そうこの男。MK レオですね。彼も空母をあまり使わず人性能でゴリ押ししてきます。空母をあまり使わずに安定して勝つには極端に言えば、ザクレイ、MK レオと同等レベルの PS が必要だということです。いいですか、皆さん。空母を使いましょう。この技は最強です。カズーチャいつか当たります。我々はゾンバになりましょう。とにかく撃ちましょう。ゾンバ最強ゾンバ最強。これで今回の動画は終わりです。最後に一言言わせてください。ゾンバ最強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 。